はい、皆様こんにちは、こんばんは、てるてる百貨店てるかいざーでーす。はい、今日はね、ガンプラのレビューになります。何を買ってきたかというとね、こちらになります。今ね、テレビの方でもついにね、このエアリアルがね、謎が解けてる、状況になりましてね、まあアニメの方もね、盛り上がりを、見せてるとこなんですけど、こちらね、やっとね、最近定価に近い金額でね、ご購入ができるようになりました。私はたまたまね、Amazon さんでね、定価で買えたんでね、まあ皆さんもね、まあ基本的にはこれ1800ちょっとで買えるんですけど、まあ送料込みでね、2000ね、2、300円ぐらいだったら送料込みでってことで、まあそのぐらいの金額で買えるんでね、まあその範囲内でね、あれば、まあ購入してもいいかなと思うんですけど、まあちょっとあまりにもね、2倍、3倍の金額であったらね、ちょっと考えていただければなと思っております。まあちょっとそういうのがね、当たり前になってっちゃうとね、なんか、まあオークションサイトだったらまあ別ですけど、通販サイトでね、通常の金額より、定価よりもね、馬鹿高いのはね、ちょっと、さすがにそういうのが当たり前になっちゃうとね、買いにくくなってしまうので、まあそこだけね、皆さんご協力いただければなと思います。はい。で、やっとね、こちら買えまして、今回ね、このエアリアルの回収型という形で、シーズン2ね、やっと、今活躍しているものが買えたという感じになっております。まあ他の人でもね、こちら動画いろいろ上げているので、私に関してはね、この動画のタイトルにあります通り、すぐみって形で、作ります。すぐみっていうのはね、無塗装無加工でね、買ってきたこのプラモデルをそのまま作ったら、どういう感じになるかという感じでね、レビューしたいと思ってます。まあ、ちなみにこの辺に並んでるね、この辺ガンプラですけど、まあ、上の方もいっぱいあるんですけど、この辺のガンプラであったりとか、ここね、バンダイで、バンダイナムコさんで出している 30mm、あと 30ms っていうね、シリーズなんですけど、まあ、例えばこの女の子なんてね、30ms シリーズなんですけど、これもね、すぐみで作ってます。すぐみで作ってもね、こんだけの、完成度になってますね。で、30ms と、あとこの辺のガンダム系もね、この辺も全部そうですけど、これはハイグレードなんですけどね、この辺、もう全部ね、すぐみで作っても今はプラモデルはこんだけね、プラモデルがもう色分けされて完成しますんでね、ぜひこっちもね、今回すぐみで作ってみて、まあどの辺がね、色が足りないのかななんていうのをね、まあ含めてね、すぐみというものをね、お見せできればと思っております。はい。で、ちょっとそれだけだとね、まあしょうがないので、ちょっとね、開封してね、ランナーの紹介だけでもね、してみようかなと思っております。はい。で、これはね、まあ、この辺にでも置いときますかね。はい。結構ね、ランナーはね、多い方かなと思います。多分これね、多分この辺のね、ビット系っていうんですかね。この辺が多いのがね、あるのかなと思います。はい。ランナーに関してはね、こちらになっております。全部でね、A、B、C、C が1、2、E、F、こんぐらいですかね。あとは、ビームサーベルのね、クリアパーツであったりとか、あとはシールがね、入っておりますと。で、この F パーツに関してはね、今回の売りであるこの胸の部分がね、インモールっていうんですかね、のパーツがまあ入っておりますっていう形なので、メインはこの辺のね、A、B、C、D になりますかね。はい。で、ちなみにね、カラーガイドはこちらに載っておりますね。今回ね、すぐみで作るんですけど、一応これ、テレビアニメというかね、まあ、原作に近い形の色合いにするんであれば、こちらのカラーガイド、1、2、3、4、5色ありまして、普通のブルーではなくてね、一応コバルトブルーとホワイトとインディーブルーをね、掛け合わせた、ね、パーセントを載ってますので、ね、一応これを参考に、ね、塗装していただければと思うんですが、私はこれをね、一切これをやらないで、まあ、作ったらどうなるかという形になりますね。まあ、これ多分塗装してるんでね、あとこれはまあね、原作の原画になりますんでね、まあ、どういうイメージになるのかという感じですね。はい。で、一応ね、これ今回のこのエアリアル
というかね、ここ最近のあのハイグレードシリーズはね、ガンプラのハイグレードシリーズで特徴になってるのは、この各ね、関節部分は、前はポリキャップっていうね、あのゴムの、シリコンっていうんですかね、ゴムっていうんですかね、パーツを使っていたんですけど、最近はね、使わなくなりましたんでね、ちょっとこの肩とかのね、可動域がどうなのかといった感じになりますけど、基本的には可動域はね、普通のハイグレードと同じような作りになっておりますという感じですね。はい。じゃあこれはね、説明書は以上になります。じゃあちょっとね、こちらのね、プラモデルね、こちらご紹介できればと思っております。一応プラモデルはね、こんな感じで、袋に入っておりまして、一応これね、あの胸のパーツね、このシールも一応ついておりますね。まあただ今回はね、特別なあの F パーツでしたっけ、まああれがあるんでね、あれを使いたいと思います。それ以外ね、ちょっと気になるのがね、白いシールとかね、ちょっとその辺があるんでね、あとこれ目ね、目が緑とオレンジがありますけど、目に関してはね、塗装しないでこのシール使いたいなと思ってます。気になるのはこの辺の緑のね、中に黒い点があったりとか、こういうのが多分ね、塗装しないと後々ね、なんかどういうイメージ響くのかなといった感じですかね。はい。じゃあとりあえずビニールをね、チャッチャッと当てちゃいましょうか。袋はね、2袋だけですね。まあ普通にガンプラね、素組みで作るんであれば、あの30分ぐらいでね、できたんじゃないかなと。まああの、プラモデルがね、あんまり作ったことなくて、今回の、まあアニメでね、気になったというね、お子さんとかお父さんであっても、多分ね、1時間もあればね、できんじゃないかなと思いますね。はい、先ほどランナー紹介ね、説明書で、ランナー紹介したものはこんな感じですね。E パーツが黄色になってます。黄色もね、本当のあの原色の黄色じゃなくて、ちょっとね、クリームっぽい黄色になってるんでね、もうこの時点で考慮されておりますね。はい、こちらがね、D パーツ。こちらもね、ブルーがなんかコバルトブルーみたいな感じでね、なってるんで、まあ、元そうでもいいんじゃないかなって感じですね、本当に。で、こちらがね、袋の中にさらに袋で入ってるんで、これね、あの、捨てないでね、捨てないように気をつけていただきたいんですけど、これがね、エアリアルのこの胸の部分ですね。あの、起動した時にね、赤紫に光るね、部分が、イメージされてるパーツになってます。そしてこれが主にグレー系のね、関節であったりとか武器のパーツですね。で、あとは、体の、C1 はね、顔とか体の白いパーツですね。これも真っ白ではなくて、ちょっとガンダム独特のね、あのオフホワイトみたいなね、色でも完成されてるので、これもそのまま作ってね、綺麗にできるんじゃないかなと思います。ちょっと気になるのがこの胸のあたりね、この辺が今回私も塗装無加工でやるんで、ちょっとどういうね、色の変化があるかなといった感じですね。はい。で、最後にこれがね、主にこれも関節部分のグレーの、パーツになっております。ここら辺がね、ポリキャップ使ってなくて、あの、ボールジョイント型になってるんですけど、まあ、この辺がね、プラスチック的にはちょっと硬いね、プラスチックというよりかは柔らかめのプラスチックなんでね、まあ、関節部分はちょっとは硬いと思うんですね。で、緩くなった時がね、まあ、どうなるのかっていうのはあるんですけど、ちょっとそこまで耐久ね、テストはできないんですけど、まあ、あの、ポリキャップを使ってないですといったね、まあ、ご紹介になってます。はい、ランナーに関しては以上になっております。もうすでにこんだけね、5色ぐらい、6色ぐらいですかね、赤も入れたり緑も入れたりすると、もう6色ぐらい色分けされてるんでね、ちゃちゃっと作ってね、じゃあ完成形をね、もうお見せできればと思っております。はい、じゃあこちらね、作っていきたいと思います。はい、それではね、完成しましたのでね、見ていければと思っております。これね、前回のね、エアリアのね、回収前のものは横に置いております。はい、まあ、こんな感じでね、ちょっと全体的にね、背の高さとかもまあ変わったりね、全体的になんか白イメージだったんですけど、まあ、上半身がね、濃いブルーになったりという感じでね、まあ、結構変わってるかなと思います。はい。で、まあ、本当はね、エアリアル2タイプあってね、こちらのね、この縦ね、縦が、分解されて、
こんな形でね、体に、装備するパターンもあるんですけどね。まあ、こちらはね、まあ、今回、私の方はこれやらないかなと思っております。まあ、他のね、動画でも、まあ、いろいろ紹介されているので、一旦私はね、これ、まあ、他の方がね、あまりやらない、素組みって形でね、作った場合、まあ、どういうね、色合いになるかといった感じになります。劇中のね、こちらのイメージと、あと後ろにあるね、こちらのイメージと、まあ、どれだけ違うかというのを今ね、このカメラ越しでお見せできればと思っております。一応盾とね、ライフルを持った形状で、お見せしたいと思います。はい。こちらがエアリアルの、回収型の、素組み、無塗装無加工になります。何をね、お見せしたいかというと、まあ、プラモデルを買ってきて、箱から出して、まあ、そのままね、説明書通りに、組み立てると、まあ、こういう形になりますと。で、シールの方がね、はい、こちら、貼り付いておりましたが、今回ね、必要最低限貼っておりません。例えば、この白いシールとか、あと真ん中にあるね、ブルーのシールとか、私の親指のところにある黒いシールは貼ってないです。途中の、ね、シール貼ってあるところは目の部分であったり、この太ももの部分であったりといったところは、最低限貼っておりますが、それ以外のところはあんまり貼ってないといった感じになっております。まあ本当にね、これ必要であればね、これ塗装ね、した方が綺麗じゃないかなといった、思いがありましたので、この白い部分とかはね、全面的に、やっておりませんので、そういった意味でね、無塗装でシールも最低限貼らないとどういう完成になるかと、言った感じで、見ていただければなと思っております。はい、カメラギリギリで近づけるとこんな感じになっております。まあ全体的にはね、そんなに、ね、シール貼ったり塗装しなくても、綺麗にはできてるかなと思います。顔の周りもね、結構この横のね、耳あたりの黄色であったりとか、あとはこの上のね、グレーであったりといったところは色分けされてるんでね、結構、まあ、そこそこね、いいんじゃないかなと思います。あとはね、腰のアーマー周りとかも特に何も、墨入れもね、してないです。そうするとこんな感じになりますと。で、縦に関してはね、やっぱり先ほどのシール、白いシール貼ってないので、この辺がね、白が足りないといったとことか、あとこの辺のね、白い部分が、何もね、墨入れも何もしてないので、ちょっと白い色になっちゃうので、ちょっとこの辺は塗装したりとかね、墨入れして、工夫した方がいいんじゃないかなと思います。あと、お腹の周りのこのね、丸いところとかも、グレーのパーツを内側にね、セッティングしてあるんでね。だからこんな感じで、まあ、塗らなくてもいいかなと。まあ、この胸のね、下のこの丸い部分は、その真ん中がね、黒く、本当はシールを貼んなきゃいけないんですけど、そういったところもね、墨入れで、できればと思ってます。まあ、あとはね、この太もも周りですかね。太もも周りもね、あと足とかも、まあ、真っ白一色になっちゃってるので、まあ、この辺も墨入れが必要かなと。この膝のところの黄色いダクトはね、内側に黄色いパーツを使ってるので、その辺はね、いらないかなと。はい、言った感じです。ライフルもね、結構この辺の、くぼんでる部分がね、何も、シール貼ったりとか、墨入れしてないので、ちょっとね、グレー一色になっちゃうかなと。はい、あとはね、後ろですね。これもね、ちょっと、ここのね、黄色いのは展開しときますが、まあ、こんな感じでね、片側だけ展開しますが、はい、一旦ね、こんな感じで、黄色くちゃんと色分けされてます。こちらがね、閉じたバージョンですけどね。ここもね、墨入れしてないので、ね、青色一色になっちゃってるんでね、この辺も工夫必要かなと。はい、後ろはね、こんな感じですね。先ほど言った通りね、黄色いパーツとか、昔はこの辺ね、色分けされてなかったんですけど、今は綺麗に色分けされていたり、このね、すねの部分とか、膝の裏の部分とかもグレーでちゃんと色分けされてるんでね、まあ綺麗かなといった感じですかね。はい。あとは、素組みでね、無塗装無加工でやってるので、ここのね、青いところね、ポチポチと、ランナーから切り離したところが白くなってるので、こういったところはね、気になる方は、ヤスリがけをしたり、このパーツとパーツの継ぎ目をね、綺麗に、ね、消したりと言ったのを、やった方がいいんじゃないかなと思います。そういうのはね、本当のモデラーさんがね、YouTube で配信してるので、参考にして、
加工していただければなと思っております。私の場合はね、無塗装無加工でやったら、まあこういう風になりますと言ったね、イメージでやっておりますからね。ここのね、上のね、ところも、この辺もなんか白くポチポチってなっちゃってるのがね、こういうのがランナーの、切り離した部分の、ね、白くなってる部分になりますからね。結構この肩の周りとかもね、白く、カメラ越しでも白くポチポチになってるの分かると思いますけど、まあ、こういうのがね、無塗装無加工でやるとね、目立っちゃいますんでね。この白いパーツのとこだとね、特に目立たないんですけど、この青いパーツのとこになるとね、横見せますけど、こういったところがね、やっぱり、なんだか切り離したところが白くなっちゃうんでね、この辺は、必要かなと思います。白いパーツはそんな目立たないんですよね。グレーのパーツがどうしてもね、グレーとか青みたいな濃いパーツのところは、どうしてもね、ランナー切り離したニッパーのところの跡がね、残っちゃいますからね。まあそういったところかなと思います。で、あとはね、これ、ガンダムベースのね、つけたらどうですかってことで、股の下のところにね、穴が開いてますんでね、まあ、ガンダムベースつけた方がいいかなっていうのは、結構これエアリアルね、ちょっと安定がね、背中が重いことと、あとね、目の前のね、この盾と、ライフルもちょっと重たい部分がありますんでね、まあ、この辺はね、ガンダムベースをつけてね、飾った方がいいかなと思います。こっちのね、エアリアルのね、初期版の方はね、特に何もなくスッキリしていたんでね。まあちょっとね、まあ、全体的に言うと、前のエアリアルはね、ちょっと人間に近い丸みがあった、形状だったんですけど、こっちはね、後期型のね、回収版の方は、回収型の方はね、よりね、なんかガンダムのね、ロボットらしさ、まあ、兵器という感じのね、角々しい部分がね、出てきたかなと思います。はい、以上となります。結局ね、ガンダムも後期になってね、より戦闘が多くなってきたおかげでね、ちょっと今までのガンダムに近いね、ロボットらしさが出てきたんでね、私はこれおすすめじゃないかなと思います。はい。ね、タイトルにもある通り、私のね、動画に関しては、まあ、こちらにもあります通りね、ガンプラ、あとは同じバンダイナムコで出ている 30mm、あとこちらのね、美少女キャラの 30mm といった感じでね、結構ここで並んでるものは、すべて素組みという形でね、無塗装無加工で、まあ買ってきてそのまま作ったらどういう仕上がりになるかといった感じでね、やっておりますんでね、まあちょっとそういうものがね、見てみたいなといった、もしね、方がいらっしゃったら私の動画をね、まあチャンネル登録して、引き続きね、ご視聴いただければと思っております。まあ、ちょっとこの辺にもね、昔の、キットがありますけどね、こんな感じでザク3とかもね、これも無塗装なんですけどね、無塗装で無加工なんですけど、まあね、昔の HG のね、ハイグレードからはだんだんね、色分けがね、されてきて、これ無塗装でもこんだけのね、仕上がりになってますと、いうのをね、まあ、皆さんにお届けできればとやって、思ってやっておりますんでね、まあ引き続きご視聴いただければと思っております。はい、以上となります。今日は、バンダイナムコから出ている、ハイグレード、水星の魔女のガンダムエアリアルの、回収型、こちらの素組みレビューをさせていただきました。以上となります。デルテル百貨店テルカイザーでした。バイバイ。